はい、皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。今日はちょっとね、テンション高めです。なんでかっていうと、俺もすごい試したかった商品なんでね。以前、えー、気になる周辺機器で紹介したかな。この任天堂 t e n d Switch、もしくはこちらの PS5、あと PC でも、どの機械でも使えるデバイス。そして、なおかつなんと、スマホでのこのディスコードですね。ディスコードも同時に使えるっていう、そういった周辺機器になります。しかもこのディスコードがなんと無線で使えるっていうね。 もうなんだか皆さんね、考えに人わ分かってきたと思いますが、ちょっと見ていきましょう。それがこちら。コルセア新発売の HS70 Bluetooth でございます。スイッチ Xbox、PlayStation、PC、モバイルまで。そして何より、同時接続 3.5mmUSB、Bluetooth って書いてます。これね、俺もう、レビューする前から感じていることがあって、もうこれは売れると思います。 なんでかというと、もうしばらくすると、任天堂スイッチの方で、Apex Legends が発売されますよね。で、最近ね、子供たちも、少しずつね、ヘッドセットで、ボイスチャットをしながらプレイするっていうのが、流行り始めているらしいんですよね。その上で、まあ、いろいろね、優先でいろいろ繋いで、まあ、僕、以前いろいろ動画出しましたけども、タコ足接続みたいになって、えー、やることはできるんですよ。でも、こいつがあれば、一発で解決できる。優先で、3.5mm でここからゲーム音を取ってきて、 これも同じね。PS5 だったら PS5 のコントローラーがゲームを取ってきて、Bluetooth の接続でこっちにあるスマホに、えー、マイクの音声届けて、で、ボイチャのみんなの音声を Bluetooth で受けるっていうことができるんですよ。これはね、間違いなく売れると思う。もちろんこれはね、前提として、こいつがね、きちんと機能してね、書いてあるこの同時接続が、えー、完全に機能した場合ですね。なんでそこら辺を僕はレビューしていきたいと思います。これはちょっとテンション高いわ。いいね、このパッキリとした黄色、いいね。保証期間は2年らしいですね。 これ使ってあげていきます。この前配信中にね、えー、開けたネクツールの、マルチツールってやつですかね。マルチツールって言ってもナイフのとこしか使わないんだけどね。これだけ。いくよせーの。ご会長。反対ー嘘やろ <laughs> えー、てか普通さ、これ表面がこっち側だから、こう開けるって思うじゃん。裏なんかいもう中身全部出てきたわ。<laughs> 最初の罠ですね。説明書。付属品。付属品見ていこう。まずは、マイクブーム。こうなってます。スポンジもついてました。ポフポフですね。はい。コルセアの USB ケーブル、なんか立派なんだよね。ぶつぶつがあって。はい。抜きやすくなってます。USB ですね。えー、タイプ C ですね。はい。これをつなげると、なんか EQ とかできるらしいね。PC に繋いだ場合。ちょっとここ楽しみ。 でもう一つケーブルがありますね。これは 3.5mm ですね。えー、3.5mm の1,2,3,4,5曲と4曲ですね。おそらくクロストーク対策でこっちは5曲になってますね。グレーの方がヘッドセット側ですね。5曲の方がヘッドセット側です。で,ではね、本体の方を見ていきましょう。見た目はこんな感じ。なかなかかっこいいんじゃないかこれで。ここにね、ちっちゃく書いてるね。70BT って書いてる。で、コルセやってここにね、ちっちゃく書いてますね。こういうデザイン俺好きなんだよね。 なんかゲーミングしてないっていうかさ、ここの調整は、こう左右ちょっと動きます。で、カチカチ。結構きつめ。おー、で、マークもついてますね。結構硬めで、僕は好きです。一回設定したらあんま動いてほしくないんだよね。で、パディングはね、結構もちもち。上の方ももちもちだし、このイヤーパッドの方もね、結構もっちりしてます。うん。深いのがわかるよね、これね。コントロールの方見ていきます。 はい。左側のイヤーパッドに、えー、ボリュームコントロールついてますね。こんな感じ。えー、止まるタイプの、えー、ボリュームコントロール。で、次が、これはミュートボタン。押したら、凹んで上がるタイプのね。で、次がタイプ C の、これ充電プラス、あの、データケーブルにもなるのかな。PC につなぐときはこれを使うみたい。で、3.5mm の5曲を刺すところですね。これは、あ、これあれだ、マイク入れるとこか。あ,あ。 こういうのが蓋がついてて、ここにつけるみたいです。だから、ボイチャとかしない人はこれ、蓋しちゃえばいいってことか。まあ僕はボイチャを試すんで、えー、今これを刺していきます。方向があるんで。はい、OK。で、えー、右側のコントロールは特になくて、パワーケーブルと LED インジケーターだけです。はい。で、今回ですね、一応、えー、皆さんいろんなスマホを使ってると思うんで、iPhone と僕が普段使ってる Galaxy、両方で試していきます。はい。まあまずはペアリングだよね。 はい、これね、ちょっと読んでみたんですけども、え、起動したときに、このマルチファンクショナルボタンっていうらしい。え、これを、え、オフの状態から長押しするとペアリングモードに行って赤を点滅になるらしい。まあ、よくある、Bluetooth のペアリング方法だよね。で、Bluetooth 使わないときはこれ長押し3から5秒でオフになって、優先接続のみで使えるらしいです。もしくは、え、USB の接続で使えるらしい。別にスマホのディスコード使わないときはこれオフにしちゃっていいんだよね。そういうことだよね。はい、ちょっとね、充電してから、え、試していきたいと思います。 それでは、数時間後に、ジャンプ。<laughs> これレンズ触っちゃう、ね、みんなカバーつけて、どう、どうやってんのこれ。無理じゃね<タッ>てかね、このジャンプの前に、ちょっと付け心地だけで試していいこれ多分、俺の持った感じだと、300ぐらいかな ?300 ちょうどぐらいだと思う。僕の感覚が鈍ってるかどうかね、最近ヘッドセットレビューしてないんで、試していきましょうか。ドン。あ、全然重いじゃん。<laughs> 何が 300g や。 360g なんで、まあまあ重めではありますね。Bluetooth の機能が入ってるんで、ちょっと重めになってるみたいです。で、付け越し試していきます。よいしょ。あー、あー、ちょうどいいわ。これ、速圧も強くないね。堅実な感じ。長時間使わないと分かんないとこあるけど、あー、メガネも問題ないですね。メモリーフォームはイヤークッションなんで問題ないです。てか、かっこいいな、これ。普通にいけてる。 はい、こちらですね、コルセアさんの公式サイトなんだけど、ここ、コルセア IQ っていうソフトウェアをダウンロードしてください。これを使うことによって、PC でフル機能を使えるそうです。はい、こちら、IQ を起動すると、HS70Bluetooth 認識されました。クリックするとこういう感じで、マイク音量とサイド等の調整もできます。ちょっと試してみるか。 はい。えー、ちょっとね、さっきちょっと混乱したんだけど、サイドトーン動かねえなーと、これ、動かないなーと思ったんだけど、これですね。ここにある、そのサイドトーンミュートボタンみたいなのがあって、これ押さないとダメみたい。これ結構わかりづらくて、これ動かねえよーってなってる人いるかもしんないから、ちょっと言っとくけど、これね。結構大きな声で、こういう風な音が出ます。お姉さんがね、マイクフィードバック、要はサイドトーンオンになりましたよって教えてくれます。で、サイドトーン上げていくと、結構サイドトーンでかい。あー、喋りやすい、すごい。 で、こっちに行くと EQ プリセットとかもあります。これは便利だなえー、ピュアダイレクト、要はフラットのやつ、ムービーシアターベース上げ気味、FPS コンペティションをクリアチャットでベースブーストと、まぁいろいろあります。PC で使ってる時しか使えないような気がしますね。まあだから、今回は音質テストはどっちかというと、このフラットの状態ですね。 スイッチとか PS5 とかで使う場合は、えー、EQ をいじってない状態の音質が大事になってくるんでそこら辺を重点的に見ていきたいですねはい今ですねこれ、えー、ペアリングしちゃいましたもうね一瞬でペアリングできましたね充電しながらでも全然使えます、えー、オフの状態から長押しでペアリングモードに入りますするとこっち側のねスマホの方でスキャンできますんでそのままペアリングしちゃってください簡単です一発でいきました今どういう状態かというとこのね、えー、3.5mm 端子がこっから PS5 に刺さってます。で、えー、PS5 に刺さってるのは、これはゲーム音を取り込んでますね。で、Bluetooth で、Bluetooth でペアリングしてるんで、これもうフレンドさんに繋がってるんですけど、Bluetooth で Discord に繋いでいます。で、これ面白いことに気づいたんだけど、ここ今ね、PS5 側はミュートしてるんだけど、ミュート解除すると、ここで喋ってるマイコンは、なんと、Bluetooth を使ってもちろん Discord の方にも届くし、 3.5mm の4曲ケーブルを通して、なんと PS5 側の方にも届きます。だから、同時に PS5 パーティーとディスコードに自分のマイクを流すこともできる。そしてなおかつ PS5 のボイスチャットとディスコードのボイスチャットを同時に聞くこともできます。遅延はあんまりないので、ほぼ同時に PSN パーティー、そしてディスコードに参加することができる。これ結構優秀ですよね。まあ、そういったニーズがある人は少ないと思うんですけども、これ、できるっていうのはすごいね、レアな。 うん機材になりますよね今ですね、こちら、えー、HS70Bluetooth を 3.5mm 接続でヤマハのインターフェース AG06 につないで PC で録音しています。これ公式サイトなんですけども、かっこいいね、やっぱ。えー、仕様の方を見る前にちょっと USB のマイクに切り替えましょうか。 はい。今度は今ね、USB 接続に変わりました。圧倒的に喋りやすいですね。サイドトーンが、えー、追加されるんで。はい。周波数特性が20から2万ですね。そして、えー、バッテリー持続時間がなんと30時間。これがすごい長いですね。50mm のネオジムオーディオドライバーって書いてます。まあ、だから低音ちょっと強めに出るのかなまあ、この画像が全てを物語ってるよね。要はこれができる機材ってことだよね。これがすごいと思う。 で、ディスコードに Bluetooth でつなげた状態でどういったマイコンになるのか、これフレンドさんにちょっとお願いして録音してきましたので、こちらをちょっと流してみたいと思います。はい、今ですね、こちらヘッドセットの Bluetooth で、こっちのディスコード、スマホのディスコードにつない通話してます。で、フレンドさんに自分のマイクンを録音してもらってます。どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。で、今ですね、ちょっとマイクは口元から結構離してますね。3センチ、4センチぐらい離してます。で、ちょっと近づけてみます。 はい、どうもみなさん、こんにちは。スーパーネコパンチです。今度はね、マイクを近づけて録音しています。どういう風うに聞こえてますでしょうかはい、ということでね、めちゃくちゃいろいろ試したんですけど、いろいろとね、わかりました。えー、まずは音質からですね、50ミリドライバーから、えー、繰り出される音質はどうなのか。音質はですね、どんしゃりですね。低音が多少強調されていました。 でもね、あのー、やりすぎてはいない。やりすぎてこもっているっていうレベルではない。でも多少低音は強調されています。はい。この3 5ミリの音質より、USB の音質の方が圧倒的に良かったですね。これね、よく見ると箱に書いてたんですよね。これね、面白いのが、公式サイトには全く書いてないんだけど、箱に書いてた。24bit 96kHz USB PC って書いてないね。だから、結構音質はいいんですよ、USB の。あの3 5ミリと比べると、 え、驚くほど USB の音質が良かったですね。で、なおかつ、音量がでかい。だから、音量をね、大きめで聞きたい人は、息もいじれるんで、PC で聞くのがおすすめですね。はい。3.5mm より USB の音質がかなり上がったんで、一応サウンドでもやってみたんだけど、俺の収録環境だと、あの、違いが伝わらなかったんで、今回カットしました。でもね、耳で聞くと、明らかに違いがわかりました。はい。えー、次ですね。ゲームの感想。 ゲームの感想は、まずはデスニー2だと、えー、4、5時間ほど使ったんですけども、問題なく使えました。えー、速圧は、まあ、普通かなで。で、メガネも問題なかったですね。メガネはまあ、そのな、なんか痛いとかも全くなかったです。えさすがにね、360g ぐらいあるんで、えー、長時間つけてるとちょっと重いなっていう感じはしました。だからちょっと外そうかなとは思いましたね。 で、エ p ペックスもかなりプレイしました。えー、これはね、もう足音を聞こえるかどうかというところをね、フォーカスして使っていたんですけども、まあ、足音は聞こえていたんですが、足音特化はしていませんでした。普段使ってるイヤホンですね。i40 Pro とか、i100 Pro とか、あとフラット寄りのヘッドセットですね。PC37 とか、PC38X あたりと比べると、やっぱりね、まあ普段使ってる方が足音は聞きやすかったですね。まあでもね、これもゲームの種類によると思います。 今回はあくまで Apex で試したんですけども、フォートナイト h とか CG だと低音が強い方がいいって聞いたこともあるんで、まあ、そこら辺はぜひ知ってる人を教えてください。えー、まあどっちかというとやっぱり、いわゆる臨場系寄りの音だと思います。はい。 え次、マイオンですね、えー。フレンドさんによると、Bluetooth で繋いだ Discord のマイコンは普段より少しこもってると言われましたね。でも慣れたら、まあ、あんま問題なかったみたいです、まあ。マイクは口元を近めに置いた方がピックアップは良かったです。ちょっと遠くになるとね、あのー、受け答えが途切れたりするんで、ノイズキャンセリングちょっと強めなのかなっていう感じですね。えー、で、3.5mm の USB のマイコンはぜひ皆さんね、さっき流したんで、えー、皆さんの感想を教えてください。はい。 次、機能性。機能性はね、とにかく機能がすごいですね。あのー、本当に1 0 0 1本で、俺がね、昔やったああいうそういうなんか3 5ミリのハブとか使って繋ぐとかね、まあこれ専用のなんかハブとか売ってますけども、あいごちゃごちゃした感じが全くない。え一、ー、1 0 0 1本だけで難しいこと、要はディスコードに Bluetooth 飛ばして、えー、ボイチャーしながらゲームを取り入れるってことができます。これは本当にすごく便利ですね。えー、まあ本当にこの機能のために多分みんな買うと思うんで、えー、機能性はとにかくすごかったですね。 で、充電に関しては、さすが30時間ということで、まあ、ね、長時間ゲームしても、えー、僕でも全然問題感じませんでした。えもし充電切れても、チャージしながらでもプレイできたんで、えー、そこら辺は全く問題ないと思います。はい、次、注意点ですね。え三、ー、つほどあります。え一、ー、つ気になった点としては、この GSX300 ですね。PC でね、3.5mm を試しているときに、この裏にあるヘッドホンジャックにつないだんですけども、 この時だけは、PC の俺のね、Apex のゲーム音が、なぜか Bluetooth のフレンドの方に反響してたんだよね。これは音をどれだけちっちゃくしてもダメだったんで、多分こいつとのね、あの、相性がすごい悪いんだなと思いました。反対に、そこにあるね、AG-06 とか、えー、全然問題なかったんで、多分こいつだけですね。こいつだけはなんか相性悪かったみたいです。もちろん PS5 にこうやって、え USB 繋いで 3.5mm こうね、繋いで、Bluetooth でスマホのディスコに繋いでても全然そういったものはなかったんですよ。 で、認定のスイッチも問題なかったんで、多分、この、本当に GSX300、うん、との相性が悪かったのかなって感じです。はい。えー、注意点、その2。これね、多分聞く人いると思うんだけど、こいつのね、USB 接続の音質がいいってことだったら、じゃあ PS5 のね、PS5 の USB させますかってね。えー、刺さります。でも、反応しません。だから、基本的に PS5、CS 機関連は全部 3.5mm で繋がなきゃいけない感じですね。はい。これちょっと残念だったね。あとは、一応ですね、僕試したんですけども、えー このコルセアさんが推奨する使い方ってのは 3.5mm と Bluetooth のディスコードもしくは、え、この USB と Bluetooth のディスコードで、え、3.5mm と USB の併用っていうのは多分あんまりね、進めていないんですよ。推奨していないんですけども、一応繋がります。というか、Bluetooth と 3.5mm と USB3 つ、え、同時に使うこともできました。でも、それをやる場合、1つだけちょっとね、え、気になった点があって、え、PS5 にね、この 3.5mm を挿してね、 この USB ケーブルを繋いだ場合、ノイズがめちゃくちゃ乗ります。うん、めちゃくちゃ乗ります。だからこれ、無線状態だったら問題ない、ね。ノイズは消えるんだけど、この、推奨されていない繋ぎ方、3.5mm と USB を同時に繋ぐと、PS5 のコントローラーだと、チャージしてしまうと、USB ケーブル繋いでしまうと、ノイズが乗ってました。本当にでかいノイズが乗ってました。説明書で別に推奨してる使い方じゃないんで、まああんま気にしなくてもいいかもしれないね。次、えー、注意点3つ目。1回だけ俺バグりました。 これ多分俺がこういうわけのわかんない繋ぎ方ばっかり試してたからかもしれないんだけどそんな気にしなくてもいいかもしれないんだけど一応お伝えしておきますね急に 3.5mm での音質が音がねすごいちっちゃくなっただから音量が出なくなったっていうことだねでどうやって直したかっていうとえ普通に USB 接続で PC に繋ぎ直したらえ一発で直りましただからこれは多分俺が色々やりすぎて えー、なったのかもしれないし、まあ今後のファームウェアでアップデートに直るかもしれません。まあ一応こういう問題があったら USB で PC につなげば直るよっていうことを、えー、まあ一応お伝えしておきます。これ多分、多分俺だけだと思う、これ起きるの。おそらく。はい。そんな感じでございます。ああともう一点だけ忘れてたわ。あのー、すごい気になったの、このポフポフね。めっちゃ外れる。<laughs> これ何回これをくなって落として、えー、探したか。このポフポフマジでね、すっげえ外れます。 これだけはちょっともうちょっときつくしてほしかったなっていうのはある。はい。じゃあ最後にね、どういった人にこれがおすすめかですね。ま、あ基本的に、そうだね。やっぱり任天堂スイッチやってるお子さんとかに買うのはすごい良いと思う。だって、本当にこれ1本だけでいいんだもん。3.5mm をニンテンドスイッチにつなげるだけでいいんだもんね。あとはもうごちゃごちゃしたこと必要ない。Bluetooth で、えー、スマホにつなげるだけなんで。だから子供たちがもしスイッチでね、ディスコードでおしゃべりしたいよってなっこれ買っとけばもう OK なんで。すごいシンプル。 これはありだと思います。だからそういった方ですね。まあもしくは、えー、例えば PS5 でも、まあ最近 PSN パーティーじゃなくて、フレンドさんとかクランの人たちが、えー、ディスコードを使い始めたと。でも自分は PC 持ってませんっていう人ですね、えー。そういった方も、まあ大体の人もスマホ持ってると思うんで、スマホにディスコードをインストールして、ただ単にこれをね、こいつをここに挿すだけでいいんだから。これだけでいいんだから。でしかも、 PSN パーティーとディスコード同時に参加できるっていうおまけまでついてくる。かなり面白いですよね。この技術をうまく使えば、コルセアさんあのミックスアンプみたいなのも作れるんじゃないかなと思うんだけどね。うん、かなりいいと思いました。で、最後に思いついたんだけど、最近さ、なんかあの、なんだ、アモンガスって流行ってるよね。あれって結構任天堂ンスイッチ版で日本語版が出てて、えー、流行り始めてるのかな。え、そういうのもやっぱりディスコード必須じゃん。アモンガス確かミュートとかするよね。なんかここ、スマホの方でミュートして。 おしゃべりの時は、え、ミュートオフにして。すごい便利だよね。そういったところにも結構活躍できるような気がしました。はい。ということで、今回ね、こちらの HS70、えー、Bluetooth、えー、レビューしていったんですけども、ぜひ皆さんの感想もお聞かせください。俺は結構いいと思いました。ちなみにこれお値段は1万3000円ぐらいかな。ぜひ皆さんね、詳細欄のリンク貼っときますんで、チェックしてみてください。はい。ということで、なんかめっちゃ長い動画になっちゃったんだけど、えー、ご視聴大変ありがとうございました。 よかったらチャンネル登録と高評価そしてベルマークのクリックよろしくお願いいたしますとそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー